はい、準備が整いました。皆さんお待たせしました。ここからのお時間はスーパーフォーミュラ優勝ドライバートークをレースアナウンサーのピエール北川さんと一緒にお届けしてまいります。よろしくお願いします。それでは早速優勝ドライバーをご紹介したいと思います。2021年全日本スーパーフォーミュラ選手権第4戦スポーツラウンド都合で見事初優勝をですね飾られました。保護者ドコモチームダンデライアンレーシング福住二玲選手です。ありがとうございます。みんなの拍手がね鳴り止まないですよ。はい、はい、もう今私もマイクにですね思いっきり拍手の音を入れましたけれども、はい、そうです、私も入れてしまいました。いや東北のファンの皆さんの拍手はあったかかったでしょう。あったかかった。いやもう本当にあったかかったです大丈夫です、はい、すいません、若干興奮しております福住選手ね、あったかかったっていう、はいね、かかった。でもね、ちょっと僕心配だったの、はい、車にさ立ち慣れてないでしょ、はい、あ、そうですね。ヘイローの内側にさ足を置いて立った時、はい、一回後ろに倒れそうになったから、はい、あれちょっとヨタッとヘッドレストが予想以上に柔らかくて沈んじゃったんですよ。あ、そういうことか。それでおっとっとってなってそうすぐにその瞬間うわ恥ずかしいって思いました興奮してるけど恥ずかしいってなる。なるほどなるほど、まあね、本当にいい汗かいてたのに冷や汗に変わったっていう瞬間だったんです。まあまあでも今こんなね、はい、笑顔で冗談言えるぐらいで、まあ待たせたよ本当にファンの皆さん、はい、お待たせしました、はい、ついに、はい、待ってました。ついに最終兵器が目を覚ましました よ。覚醒です。覚醒ですよ。本当によかった。ホンダの最終兵器、はい、やっとですかね、もしかしたらみんな待ってました。みんな待ってたよね、はい、うん、いつかは来るだろういつかは来るだろうって言って、でもどうやって言葉かけていいかなってこの間の鈴鹿の時もね、そうですね、うん、はい、悩みましたけど、でも今日はレースの序盤からなんかこうこれいけるわとか勝てるわっていうなんかその手応えってのあったんですか。勝てるわって思ったのは坂口選手をパスした後でしたね。もしかしたら関口選手のペースが、まあ、こういうこと言うのもあれかもしれないですけど、はい、ここ何戦かロングランがあんま調子よくないっていうのを知ってたので、なるほど、まあ、そこはちょっと戦略で前に出る方法あるはずと思って、はい、まあ、その辺から今回ちょっと勝てそうだなっていう手応えはありました。うん、はい、でもあれですよ、はい、一番もうなんかほらミカちゃんがですねちょっと尋常じゃない、正常な精神状態でいられない、あれですから、あれですけど、いや、ね、本当にやっぱりね、ずっとなかなかね悔しい思いもねされてた選手がやっとこうやって勝てたのは、本当にね嬉しいですよね。本当におめでとうございます。いつもね送りたいです。こう不運に見舞われてしまった時でも、ね、我々と会うと、はい、頑張るしかないですよね自分でこうねまた頑張ってこうなんかなんとかこう気を取り直そうっていうかね、うん、そういう努力もしてたので、うん、嫁よかったね。そうですよ、本当に奥様おめでとうございます。お電話もねされてたみたいですけども、やっとどんな言葉を、はいはい、もう電話できて向こうはもう号泣で号泣、こっちまで泣きそうになるんですよ。そんなもう本当、はい、まあ、本当にその辛い時、まあ、去年もずっと支えてくれてましたけど、まあ、また結婚していろいろ変わるじゃないですか、うん、まあ、その中でも、まあ、辛い時でもそばにいてくれて、まあ、そのおかげで本当に今回の優勝も少なからずあると思うので、いや少なからずどころがたくさんあるよ、本当に、はい、一番、ね、近くでそういった、ね、支えてくれた存在って大きいですよ ね。結婚っていいな、いいですね、もう結婚っていいっすよいいっすか、はい、みんな結婚しよう何の番組や、新婚さんいらっしゃるみたいな、新婚さんいらっしゃるみたいな感じになってます。まあでもこれまでも本当に勝てそうなレースっていくつかあったんですよ。そうですよね。で勝てるときは多分簡単に勝てたと思うけど、うん、今日も、まあ、変な話ですけど、うん、周りの状況をだんだんね、うん、こう追い風が吹いていくように福住選手、まあ、ウェットの時からスピードもあったし、はい、ドコモの車は速かったから、まあ、来るなとは思ったけど、ドラインガラッと変わっちゃって誰もわからない状況の中で、多分走りながらいろいろ組み立てをしていったと思うんだよね今日はね。そうですね、やっぱ昨日のウェット、まあ、調子は良かったんですけど、まあ、僕自身はちょっと予選でつまずいちゃって、まあ、それのやっぱ気持ちもあったからこそ今日また絶対諦めないというか、前に絶対行くっていうその強い気持ちになれたと思いますし、はい、本当にやっぱ辛いことも無駄じゃないんだって、まあ、普段から思ってますけど、今日はよりそう思うことができました。そうですね、はい、坂口瀬那選手とのあの1コーナーのシーンはもう、はい、多分女子会はキャーキャー言ったんじゃないですか。キャーキャーどころじゃないです、もうギャーギャーですよ、ギャーギャー、1コーナーアウトから飛び込んでたじゃん、はい、リスキーだと思うけどよく言ったね、あそこ。でもあれ
僕も止まりきれてはないです。あ、いや、うん、2人とも多分オーバーシュートになる感じではあったんですけど、そうですね、あ、これいけないなって思ったらセナが一つで後ろずりってなって僕に当たってきたんで、はいはい、まあまあ、あれはレーシングアクシデントだと思うんですけど、そこで当たった時に何も起こらなかったっていうのもこれまた今日は本当に良かったんです。確かに、そうね、あれがもし、まあ、鈴鹿のことを思い出したくないかもしれないですけど、うん、タイヤに当たってタイヤ同士だったりとかして、うん、なんか両方ともなんか大変ダメージあったり、はい、あるいはなんかこうね、フロアパネルにバーンと当たって、はい、フロアパネルの空力の大事なところが乱れたりしたら、うん、はい、もう一巻の終わりだったと思うんですけど、はい、変わってましたからね。もう今やあの黒いなんか汚れは勲章よ、あの今日のレースの象徴というか、まだ見てないんですけど、すごいなんか、うん、サイドキックだったよあれ横から蹴り入ったみたいなね。もう坂口聖奈選手も意図しないと思うんだけど、はい、スピンしちゃったんだけど、たまたま坂口選手も福住選手にガンって当たったからあれ持ち直したんだよね、はい、多分そうだと思うんで、うん、ちょっと感謝してほしいですね。聞いてる？いい感じ。聞いてる？もう勝ったから何でも言いたい放題だからね。勝ったら大丈夫です。で、まあ、今回のレースハイライトでしたわ、そこはね。これで勝ちましたから、はい、また人間は勝ち方を覚えるとですね、2回3回また勝ちたいとか、またさらにこう欲求が増えるわけですよ、はい、怖い存在になっちゃったな、またね。次いつ勝つ？次も次勝ちます。次のモテギいっちゃう？モテギ勝っちゃう？モテギ、まあ、あんまそういう調子な調子乗ったこと言うとすぐにこのおじさんのね口車に乗るとね結構えらい目に遭うから、じゃあ、次はまた謙虚に行きます。まあ、いいですね。謙虚に戻った、また福住二玲が戻ってまいりました。よかったです、ね、ピエールに乗せられてまた大口叩いたらですね、はい、後でいろいろ言われますからね、あとね、でも本当にその、まあ、茂木はでも、はい、ある意味ホンダのドライバーだし結構走り込みも知っただろうし、いろいろよくね知ってる、あれ、F？あ、そうか、でも日本ではそんなにレースってミドルフォーミュラの時は茂木はやってないか、F4 の時、 F4 か、あと S3 です、すいません、 S3 も走ってるので、うん、まあ、S3 で唯一勝ったサーキットも茂木ですし、あ、そうなんですね、まあ、過去のレース見てると本当茂木は相性はいいので、なるほど、まあ謙虚に行きますけど、まあ、いけんじゃないじゃん。まあでも僕も結構調子乗った方が勢いが出るタイプだっていうのは自分でも分かってるので、うん、本当今回の優勝をちょっと糧に、そうですね、はいはい、流れを作っていきたいなと、ね、続けてね、残りね、3戦あるから、そう、あと残りね、まだ3つレースがあるんで、はい、今シーズン全部連勝するぐらいの勢いで、はい、はい、まあ、ちょっと杉崎さんのエンジニアの涙を見たら、ね、次も頑張れにはいかんぞ、ちょっとびっくりしました。チームみんながやっぱりね、なんかこう思うところがあったんだなって感じですよね、うん、そうですね、僕も SF はやっぱダンデさんで走ってもう3年目なんで、今まで調子がいい時に何度トラブルとかジャッキが上がんないとかそういうのを経験してきて、チームの皆さんも一番分かってるので、もうその皆さんの思いをやっと僕も返すことができて、うん、まあ、あの杉さんが泣いてるときは僕もちょっとうるってきましたね。いや、あの実況席の方も結構うるっときた杉崎さん、うん、いや一番多分勝たせてあげたいなって強い思いを持ってたのは杉崎さんだったんじゃないかなというふうに思いますけどね。まあ、ちょっと時間ないかもしれないですけど、今日もレース始まる前も結構あたふたしたんですよ、はい、あの8分間の走行で僕がスタート練習のときにストールしちゃって渋滞作っちゃったりとか、そうだったんだ、ピットを入るときに6号車の牧野選手同じタイミングで入っちゃってめっちゃ時間つくなんか使っちゃったりとか、そう、うん、もうそういうグダグダで、いや今回やばいなみたいな気持ちでなってたおかげかもしれないですけどね、なんかちょっと余計なこと考えなくて、まあ、無欲にね行った方が良かったのかもしれないし、はい、まあ、そういう意味ではうまくいったんだね今回ね、まあ、本当に良かった。あとはねやっぱりあの特別カラーのヘルメット、そうです ね、今回は見てますか川本さん、ね、よかったですね、追悼ヘルメットで見事、あ、追悼じゃないか、ね、いや知ってる人は知ってるじゃないですか。で、いや、あれ僕も知ってますよ、川本さん、はい、なんかあったのみたいなすごい聞かれて、いや全く何もないですけど、ちょっとあの体調崩した時が年末年始であって、ね、うん、それのまあ、僕もちょっと早いうちにこういう恩返しをしないといけないって思いがあって、はい、元気なうちにやってあげるっていうのね、そうですね、はい、長生きしてもらいたいんで、はい、あのカート界でですね、はい、癖のあるおじさんがいるんですよ、はい、ただその癖のあるおじさんがあの子供たちをね、カートやってる頃から結構いろいろね、みんなをこう引き上げてくれて、いろいろサポートしてくれてって頑張って、で今のまああのもちろんね、福住選手もそうですけど、もうずいぶん前から言うとね、カムイ選手とか
はい、そういうとこからもずっといろいろなドライバーたちが世話になってるっていうね、いい報告できてよかったね。いや本当に良かったです、はい、もう僕も小学校4年生の頃からずっとお世話になってるんで、はい、もう本当にもう本当優勝の一番の恩返しだと思いますし、今日って父の日でしたっけ。あそうですか、はいはいはい、でしたよね。6月の10、そう、いや、そうか、6月のこの週の日曜日、多分合ってると思うんですけど、はい、まあ、それも自分の親も妻の親にも、話お父さんお母さん、話よの、はい、お父さん、はい、うん、最高やね。最高です、はい、川本さん良かったですね、本当にね、はい、これからもあのヘルメットからも変わることはないと思うんで、はい、これからずっとあのカラーのヘルメットでそれはちょっと今悩みなんですよ本当に勝っちゃったんで、ね、こっから半分あのヘルメットで、こっから半分今までのヘルメットで、確かにハーフ&ハーフいいかもしれないですね。いやなんかすごいこと起きそうじゃないですかレースで確かに確かにね、はい、多分荒いヘルメットは作ってくれると思いますよ、はい、あちなみにですね、はい、あのこちらのですね、マシンの方にですねサインの方をお願いしているということで、ちょっともう時間の方も少しですね、はい、迫ってきているということで、はい、サインですね、はい、いただきたいと思います、うん、こちらのじゃあどうぞ、はい、そこにサインをですね書いていただいて、はい、そしたらちょっとカメラの方に初優勝のサインですから見せていただければと思います。そうですよ、初優勝サインはこれはちょっと欲しいですね。ちょっと見せてあげて、見せてあげて、はい、カメラさんに。お願いします。こんな感じです、はい、入りました。ちょっと反射してて見えますか、はい、あいい、見える見える見える、綺麗に見えますよ。あ見えてますね。あ見える見える見える、はい、こちらです、はい、そんな感じです。はい、サインいただきました。こちらは、横浜さんの方ですかね、はい、はい、SNS でチェックしていただければと思いますが、そろそろねお時間ということで、はい、はい、もうちょっと次戦に向けてのね意気込みだったり、まあ、今日応援してくださったファンの皆さんに一言ですねいただいて終わりにしたいと思います。お願いします。本当にここまで優勝するまで時間かかってしまったんですけど、あの今回、運も味方にしてやっと初優勝することができて、皆さんにいい報告ができて本当に良かったです、まあ、ここから本当に、いい流れを、まあ、多分今は作れる状況だと思いますし、それを作るのもやっぱ自分自身だと思うので、しっかり、次に向けても貪欲に謙虚に頑張っていきたいと思います。はい、ということで静かに締めましたね、はい、そうですね、静かに締めましたね、はい、まあ、でもあの次も本当に楽しみなんで、いや本当に、ぜひ皆さんモテキにも応援来ていただきたいなと思います、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、これにてスーパーフォーミュラ優勝ドライバートークは終了となります。第4戦は初優勝を見事飾りました、はい、福住2連選手です。いやおめでとうございます。本当におめでとうございます。ありがとうございます、はい、次戦も楽しみにしております。はい、またここに帰ってきてくださいね。はい、また会いに来てください、はい、お願いいたします。そしてピエールさんもありがとうございました。この後のコンテンツは準備ができ次第ですね、優勝チームのエンジニアの方をお招きして、自動車評論家諸角武彦さんによるテクノロジーラボラトリーをお届けします。準備が整うまで今しばらくお待ちください。